力を貸していただきたいんです。山本太郎率いる令和新選組、これからの政界の再編の部分にも皆さんのお力次第で関わることができる可能性を持っております。旗揚げをした理由、それは政権を取ることだと言いました。総理だ総理。ありがとうございます。総理、政権を取る、取らなきゃだって自分がやりたいことできませんよ。例えば私今挙げてる政策で消費税廃止ってものを挙げてるんですよ。消費税廃止にされて困る人この中にいますか？例えば消費税廃止にするということなのであるならば、おそらく私以外の今の枠組みでは実現できないと思います。どうしてか、財務省の抵抗に遭うから。財務省に反旗を翻して消費税廃止なんてできるはずがないし、財務省に認められなければ当然政権なんて取れないっていうような考え方してるかもしれませんね。私はそんなこと関係ないんですよ。当然ですよね。財務省の怖さを知らないっていう話なんですかね。だって私がお仕えするのはこの国に生きる人々なんですから、当然じゃないかってことですね。で、いちいち作りますよ財務省に何か言われたりとかしたら、皆さん財務省にこの間ねこう言われましてね、NHK 使って作ったろうと思ってるんですよ。ありがとうございます。私が政権を取ったらこういうことをしたいということを私たち令和新選組の政策の中に挙げさせていただいています。その中では、おいちゃんと読んだか、政策を取ったらって書いてあるからこれ全然やる気ないぞっていうことも言われることあります。でもそうではありません。当然消費税を 5% にするという動きがあるならば乗っかってきます。だって減税した方がいいんだから当たり前ですよね。けれども廃止まで持っていくためにはこれ政権取る以外ないんですよっていう話です。なので私がやりたいことをこれから皆さんにお話ししていきたいと思います。私が政権を取った場合どんなことをしたいか。消費税は廃止、やらせてもらえますか皆さん。消費税でどれだけみんなの首絞まってる。今日を生きる、今を生きるためにパンを買う、おにぎりを買う、ここにも税金かかるんですよ。収入を得てない子供でもお菓子買うときに税金かかるんですよ。一方金持ちの道楽にもかかりますけど同じ税率、これ公平な取り方って言えますか？おかしい。本当にその通りなんですよ。ダイヤモンドから紙おむつまで同じ税率なんてありえない。当たり前ですよね。私のスタンスをお知らせします。増税が必要だというならば取り方にはルールがあります。ないところから取るな、あるところからまずいただけという話です。そんな形でやらせていただいてよろしいでしょうか。いちいち確認取ってくれよと思いません？今の政治、これからこういうことやってきますからねってことでいちいち確認取れよって。だからこういう感じでやり取りしていきたいんですよね。で、消費税やめるにしてもこれ選挙前だからそんなこと言ってるんだろうって思われる方もいらっしゃるかもしれない。どうしてそういうこと言われるのかなって思った時に、やっぱり財源、この問題がクリアできなければ消費税を廃止にするという話さえもなかなかストンと落ちないかもしれない。だからまず冒頭でどのような形で消費税廃止にして失われる財源20兆円を担保するのかということを簡単にお話ししたいと思います。山本太郎が考える消費税廃止の財源は2つ。1つ、税金、消費税をやめて他の税を取る。もう1つ、新規国債発行。新規国債発行についてはいろいろ議論があります。これ以上国の借金を増やしてどうするんだって方々もいらっしゃいますけれども、これは明らかに財務省の皆さんへの伝え方が恣意的すぎるという部分があります。この部分をお話ししたら多分8時を超えてしまう状況になってしまうと思うので本日は端折ります。ただこれだけは伝えたい。財政再建、財政規律、
そのような言葉が与党からも野党からも聞こえる。でもちょっと待ってって、財政規律、財政再建ということは今の状況からさらに国の支出を減らす、財政のカット、そればかりでなく増税も必要になりますよ。デフレが20年以上続いているこのような状況の中で増税をして財政をカットしたらどうなるか、私人が死ぬと思います。皆さんどうお考えになりますか。これ以上未来へのツケを残すなという言葉も聞かれる。ちょっと待って、未来へのツケって何なんですか。今この国に生きている人々、子供約7人に1人が貧困、高齢者5人に1人が貧困、1人暮らし女性3人に1人が貧困。この状況をこのまま推移していって増税をし財政カットしていったら一体どんな状況になりますか。それがずっと続いていった未来ってどうなりますか。そっちの方が私はよっぽど負の遺産と言えるんじゃないかと。今やるべきことは20年以上デフレが続いて消費と投資が失われた、需要が失われ続けた20年間で、今国がやるべきことは何かといったら、私は最大限に人々の生活を底上げするための投資が必要だと思ってます。その財源については税、そして新規国債、これはデフレインフレいろんな状況を見ながら躊躇することなく投資する必要がある、私はそう思ってます。そのつもりで、お話を進めていきたいんですけども、この新規国債発行については説明が長くなるので、今日はこちらの税で消費税をやめる場合にはどのような形が考えられるかという説明をしたいと思います。山本太郎、消費税を廃止にしたい。なるほど、じゃあその方法どうするんだよ。消費税やめて失われた財源20兆円をどう担保するんだっていう話をしていきます。消費税が導入されて下がってった税率があります。何でしょうか。2つ、所得税、そして法人税。消費税が導入されて所得税が下がってった、最高税率引き下げられた、金持ちがより金持ちになるような税制に変わっていった。一方法人税もそう、法人税もどんどんその税率が下がっていくって話になってるんですよね。じゃあ消費税なかった時代は一体どうなってるのかってことです。消費税なくてもやっていけてと、当たり前導入されてないから。じゃあ消費税導入前に戻ろうという話です。所得税も法人税も取り方を変えていこう、税制改革をしようという話ですね。例えば所得税どうしますか。最高税率高まっているもの、高まっていたものを下げていって金持ちが負担が少なくなっていくって形が作られた。だったらこの最高税率をもう一回上げりゃいいんじゃないのって。ちょっと待って、今よりも税負担が増えるんだったら私も困りますって方いらっしゃるかもしれない。そうじゃない、私が言ってるのは持ってる人たちが税逃れできないようなその最高税率をもっと高めていく必要があるって話をしたんです。この国の所得税の負担率、そのピークは1億円。ちょっと待って、負担率一番高い人が1億円、だって10億円も100億円も儲けてる人いるやんってことです。でも1億円がピークになってる。それ以外の人たちどうしてるんですか。どうして1億円がピークでそこから下がっていくのって。この1億円の人たちの、1億円がピークでそこから100億円、100億円の人たちの税負担率って、これ年収2000万円ぐらいの人たちと同じぐらいのパーセンテージなんですよ。ずるくない、取り方間違ってますよね。どうしてこういうような話になるかって言ったら、株などのからの利益、金融資産、これの課税が分離されてる、税率が低く抑えられてる。それによって100億円10億円って人たちは所得税自体の負担が減っていくってことですよ。これずるいですよね。だからこそ分離しているものを所得は所得税で取りますという総合課税に変えていく。それによっても儲かってれば儲かってるほど税負担が高まっていく。そんなに所得のない人たちに対して税負担が上がるって話じゃないんですよ、私がしてるの。これまで分離課税として税負担が軽めになってた人に対して最高税率引き上げることによって、そして総合課税にすることによってこれを担保していくと
いう話が一つ。まずいですか、ここなんとり方。景気良くなってますかって聞いたときに一人もお答えをしなかった皆さんに対して所得税率を上げるようなことはしませんよ。そりゃそうですよ。持ってるけど別のルートでも払わずに済むっていうことを全部同じ取り方にしようねって話をしてるだけなんですね。そういうことです。そしてもう一つ、法人税。法人税も消費税導入されて税が上がっていくたびに、消費税が上がっていくたびに法人税も下がっていった。で現在法人税取り方税率はフラット、税率が決まってる。大企業中小企業、これを大企業はここからさらに決まっている税率からさらに税負担減るような特別メニューが80以上もあるって話なんですよ。だからこの特別扱いやめますね。やめてこの法人税にも所得税と同じように累進税を導入する。つまり何か、儲かってる時には税負担が高めになるよ、儲かってない時には税負担低くなりますっていう話ですね。これ一番公平な取り方じゃないですか。これをやることによって一番助かるの誰か、中小企業、零細企業ですよ。80も超えるようなメニューをフルに使えてないでしょ、これフラットにされてんだから。だから自分たちの身の丈に合った税を納めればいい。儲かってる時には少し高め、儲かってない時には税の負担は低くなる。こういう形で中小企業への負担も少なくする。この2つのやり方、今説明している所得税最高税率を上げて、そして分離しているものを分離しない総合課税にするという所得税、法人税累進税を導入する、そして大企業へのメニューをやめる、この2つで29兆円の財源が担保されるという試算がある。じゃあこれ29兆円税制改革でできるんだったら、消費税やめても29-20ですよ。お釣りきますね。9兆円やってもいいですか、消費税廃止。消費税廃止やってもいいですか、皆さん。ありがとうございます。やった方がいいんです、やった方がいいんですよ。景気回復この道しかない、そう言ってみんなに期待を持たせた自民党、でもやってること何かっつったら、景気回復もしていないのに消費税増税をした。つまりは消費に関わる全ての部門を冷え込ませる消費税を上げたことによって、本当に個人消費が大きく下落したって話ですよ。やってることむちゃくちゃですよ。運転の仕方もわからないのに俺に操縦させろっつってる人ですよ。ハイジャックですね、もうこれ。墜落すること間違いなしよ。危ない危ない、こんなのもう本当に今ですよ、本当。それブレーキかけるのは、選手交代ですよ、もうそれ。チェンジ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 、もうチェンジチェンジ、もう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 。ありがとうございます。いや、税制改革で29兆円できるんだったら20兆円、それをやめることによって消費税廃止になれば一体どんな世の中になるか想像してみて、想像してみていただきたいんですよね。どういうことか。消費税の負担に苦しんでいるのはもちろん家計を預かる人々であったりするわけですけれども、本当にもう首くくらなきゃいけないかもしれないっていうところまで追い込まれるのは中小企業、零細企業じゃないですか。消費税の負担かなり重い、大変だって。赤字でも払わなきゃダメなんですよ。税金が払えていませんという税の滞納、税の滞納のうち6割が消費税なんですよ。むちゃくちゃでしょ。そんな滞納するしかないというような税金になってしまっている消費税はもうその時点で終わってんですよ。機能してないんですよ。一刻も早くこの中小企業の首が絞まっている消費税をやめることが、私は日本の屋台骨である中小企業が生き返ってもらう、その第一歩だと思うんですけど、皆さんいかがお考えでしょうか。中小企業白書とかを見ると、大企業中小企業などで従業員どれぐらいいるかっつったら約4800万人ぐらい。この4800万人のうち中小企業零細企業にお勤めの方、従業員数4800万人のうちの 70% ですよ。
中小企業、零細企業がギリギリでやってる世の中よりも息を吹き返して調子が良くなる方がみんなにとってプラスに決まってるじゃないですか。いかがお考えですか、皆さん。消費税が廃止になる、中小企業、零細企業、これ元気が出てくる。それだけじゃない、物価が初年度 5% 落ちるんですよ。 5% 落ちれば一体何が起こるかっつったら、みんなが今まで買い控えしていたもの、買うのを我慢してたりとか買えなかったものに対して買おうっていう行動が出てきませんかね。逆に言えば個人消費がより喚起されていくって話ですよ。これ一番大きな好景気に向けてに必要なエンジン、個人消費をフル回転させるっていう状況が生まれるわけですよね。消費税が廃止になれば当然そのような状況が生まれるってことをみんなが予測するわけです。当然景気良くなるわなって。じゃあここで失われていた消費は、20年以上失われていた消費は元気を取り戻すという予測がつけば、企業側はそれを予測した上で、じゃあこれまで溜め込んでいた内部留保を投資に回そうという行動に出ると。例えば好景気になっていくんだったら人をもっと雇わなきゃいけないな、人を雇うにしても安い賃金じゃ人は集まらないということになっていけば、当然賃金上がっていくだろうっていう話ですね。そればかりか設備投資、機械を導入するとか工場を拡張するとか、逆に言えばこの従業員を増やす、そこに対してちゃんとした手当てをするという企業であったりとか、設備投資をしますっていう人たちに対して、その企業に対して減税をしていくとか、こういうことでもっと大きな循環を作っていくってことですね。デフレから脱却は民間だけでは無理、このような経済政策をもって国が舵取りすることによってデフレからの脱却が可能になる。でもそれを全然やってないじゃないかって話ですよ。ますますみんなの生活が苦しくなるような経済運営をしてて、いつまで待ってもあなたの元に好景気がやってこないなんて当たり前なんですよ。そんな制度設計されてないから。経済のいろはの意を実践するってことを私はやっていきたいです。やってもいいですか。消費税を廃止にする、それによって中小企業が息を吹き返す。それだけじゃない、 5% 初年度に物価が落ちる、これによってみんなが買えなかったもの、買いたかったものにリーチし始める。どん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 これで日本の経済動いていくわけですよね。物価が上がる、物価が上がることは賃金も上がってれば問題がないんですよね。物価が上がってるけど賃金も上がってますよって言ったら別に問題ないんですけど、今は全く逆なんですよ。経済活動が好調で物価が上がっていくっていう話じゃないんです。消費税というものを使いながら強制的に物価を引き上げるっていうことをやってる。それに対してみんなの賃金上がってないというより実質賃金が落ちてる。物価が上がり実質賃金落ちてるっていう状況でみんなの生活苦しくなるのは当たり前ですもんね。完全にやってること間違ってんですよ。だからこの逆をやろうってことなんです。 5% 物価落ちたぐらいで大して影響ないんじゃないかなって思った方のためにちょっと補足させてください。例えばですけど、2014年に消費税 3% 増税しましたよね。 3% 増税した分、これによって個人消費が落ち込んだって話なんです。 3% 増税してどれぐらいの個人消費が落ち込んだか、約8兆円。8兆円って言われたってあまりにも数字が大きすぎて分かんない。比較します。リーマンショック、リーマンショックの個人消費の落ち込み 6.3 兆円。消費税増税の方はインパクトでかいってことなんですよ。この国の景気を良くするための一番大きなエンジンは個人消費ですよね。GDP 構成している中で一番 50% から 60% 個人消費ですから、個人消費が8兆円落ち込んだってことは、これ8兆円所得が失われたっていうこととイコールになりませんか。誰かの消費は誰かの所得、
誰かが物を買えばそのお金は誰かの所得に回る。誰かの消費は誰かの所得。8兆円の個人消費が失われれば8兆円の所得も失われるってことになりませんかってことですよ。全く真逆のことをやってきた。だからこそ 3% の増税で8兆円も個人消費が落ち込んだのであるならば、消費税をやめるってことによって初年度は 5% 物価が下がんだから、これ個人消費かなり活発になりますよ。これ景気回復以外道ないじゃないですか。これやってもいいですか？